安谷さんお疲れ様ですでもやらないそれが全てだと思います。さっきね15年ぐらいメルマガを毎日発行してらっしゃる方とちょっとお会いすることがあったんで久しぶりにお会いしたんですよね。ほんと数年ぶりの再会だったんですけども、まあ、その方はね15年ぐらいメルマガをやってきてで同じようなこと言ってましたね。あのまず自分のメルマガのタイトルでこうずっと書いていったらその後から似たようなタイトルで なんかね、あのー、活動しだした方からクレームが入ったそうなんですよこれは商標登録したからあなたの方はちょっと使わないでくれって来たらしいですよねしかもその場合によっては金額を請求しますよって来たんですよでそこでちょっとね便利士の方が間に入ってこれはまあお金を請求するようなケースではないから和解してくださいってことになったらしいんですけども結局その私の知り合いの方はね自分のそのタイトルを商標登録してるっていうことで、あのー、されてるってことでねやめたらしいんですよ で、やめて別のタイトルでやっていたら、えっ、ー、と、もともとそのね、えー、そのトラブルを持ってきた商標登録を後からしてきた人がね、あの、私は活動をやめるんで、もしよろしかったら商標を買い戻しませんかみたいなこと言ってきたらしいんですよ。でもその時には、まあもうね、商標登録があるからめんどくさいとか言ってタイトル変えてやった方は、そっちが定着した、しちゃったんでね。 あの、もうそっちでずっと行くっていうふうに言ってお断りしたらしいんですよ。その時に思ったらしいんですけども、やめるんだったら商標登録で揉めないで、揉め事持ってこないでって言ったらしいんですよね。確かにそうですよね。商標登録するぐらいやる意欲があった人が、結局やめてね。で、商標登録譲った方に買いませんかって言ってくる。なんと情けないんだみたいなね。それも内容証明じゃなくてメールで送ってきたらしいんで、二度びっくりということでね。うん、まあ、続けられない人ってのはどこまでもね、デコボコしてるなというふうな、一つの例でしたね。 うん、まあこれからもそういうふうなちょっとこうお残念な人にならないように私も継続していこうと思いますし、まあ、商標登録は別にわざわざ取らないですけどもねその隠居 TV なんて別に取りたい人いないでしょうし取りたい人がいたらまあ譲りますんでねやっていただければいいんじゃないかなと思うんですけどねまあ自分なりに継続してやることによってお客さんがねタイトルに関係なくあの大事にしてくれるんじゃないかなと思うんですよ結局そこに尽きるんじゃないかなとなんだかんだで型を取ったところでね あのその型に取られる人はあ型によって崩されていくのかなと思いますしね、うん、まあいいでしょういってらっしゃい。